はい、はい、こんにちは。こんにちは。今日も地元民が勧める、沖縄観光スポットについて話していきたいと思います。今日のゲストはですね、読谷村民の前回に引き続きの新さんとマックニさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜ今日この2人かっていうとですね、テーマは居酒屋、沖縄のおすすめの居酒屋なんですけれども、この2人はなんと週に 3,4 回居酒屋に行くのできっと詳しいだろうと。だから地元のいろんな場所を知ってると思うので、それをぜひシェアしてもらいたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ですが、お二人にとって一番のおすすめの居酒屋、読谷村内編ですね。読谷村で行くならどこですか？そうですね、じゃあマックニさん、昨日も行ったんですけど、あの大湾にある魔王っていう居酒屋がいいですね。読谷村大湾にある魔王、めちゃくちゃいいですね。どの辺がいいんですか？地元の人しか来ない雰囲気。これ観光客、要はあの読谷村外の人が行ってもウェルカムな空気ですか？一応入れますよ。大丈夫です。一応ですか？大丈夫です。いや全然入れます。ね、そのマオのおすすめはマックニさん的には何ですか？焼肉ができるんですよ、うん、あのテーブルの上で七輪置いて焼肉ができるんですよ。で焼肉食ってめちゃくちゃうまいんですけど、でお酒物でつまみを食べて全部で3,000いかなかったんですよ。昨日はちなみに誰と行ったんですか？昨日は地元の友達と行きました、ね、これはカップルとかでも行ける空気ですか？全然大丈夫だと思います。家族は？家族でも行けますね。僕はデートでも使ったこともあります。なるほど、デートでどうでした？その日のデートは、惨敗でしたね。惨敗。なるほどね。ちなみに真央が悪いわけじゃないです、僕が悪いんです。笑え。じゃあちなみにシンさんはその真央には行ったことあるんですか？いや自分はないんですよ、真央は。一応やっぱり評判聞きますか、噂は？そうですね、あの焼肉自体が読谷少ないんで結構、まあ、話は聞きますけど、まだ自分は行ったことないですね。焼肉が美味しい酒屋ね。はい、なるほど。ちなみにシンさんはおすすめの焼肉屋さんじゃない居酒屋ってあるんですか？前回の動画で、ハリウンって名前を出してるんですけど、もう一つあって、ソベの後期ってお店ですね。ああ、行ったことない。嘉手納自動車の前の、はい、自動車学校の前のある後期だけど行ったことないな。何がちなみにそこのおすすめなんですか？ですね、あの居酒屋って大体メニュー一緒な感じじゃないですか。あの、まあ、唐揚げとか例で言うと、じゃなくてなんか変わった料理、一品料理がいろいろ食べれて、例えば、イカの姿焼きとか。イカの姿焼きが分からないんだけど、丸々出てくる、丸々出てくるし、イカのそのまま出る、イカ丸々で、あとヤギの煮込みとか、ヤギの煮込み、ヤギの刺身そうだねとか、まあまあ、あんまり入れないんですけど、ヤギの金玉とかも食べれます。ヤギの金玉とかも。金玉、うん、大丈夫、乗せれる。あ、大丈夫でしょ。あ、が美味しいの？美味しい美味しい美味しい。ぜひでも観光客の方ね、こういうのトライしてみるっていうのは、僕も食べたことないんですけど、シンさん一応トライした。自分も一回食べたんですけど、金玉美味しい。一応まあ好き嫌い分かれるかもしれないですけど、自分は美味しかったです。もう一回食べれる？全然食べれます。他にありますか、おすすめは？料理ですか？そうですね、結構あるんで名前忘れたんですけど、一応まあ見て、一応全体的にうまいです。ちなみにお二方は飲むときはお酒は居酒屋行ったら何飲むんですか？もうビール。マクニさんはビール。もう全部ビール。沖縄だと、沖縄といえば青森じゃないんですか？地元の人あんまり飲まないんじゃないですか？あ、地元の人はあんまり青森を飲まない。意外とどちらかというとビール。ビールが多いです。ちなみにビールは何銘柄とか好みあるんですか？だいたい朝日。読谷村の人たちには感覚的に何が人気あるっていうイメージ？オリオン。あれじゃない、あ、まあ朝日じゃない。オリオンあんま飲まんよね。オリオンの意外と飲まない。で、あと青森って地元の人飲まないんじゃなくて年配の方は飲むけど。ああ、そう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 、若い人が。そう、若い人が最近青森は飲まんくなってるから。60歳以上
ッカーとかもう、まあ、50以上とかそんなもんじゃない。確かにハイボールがすごい多くなってるよねやっぱ。昨日も飲んでて3人で行って2人ビール、朝日ビール、1人ハイボール。最後まで青森を飲まなかったです。ちなみに読谷の人はお酒好きって聞くんですけど、2人は家でもお酒は飲むんですか？晩酌。自分しないっす。自分しないっす。ああ、もう全然。全然しない。全然しない。1人では飲まないってことですね。飲まないっす。周りの友達とかで飲む人とかもいるんですか？ああ、まあ話によると結構いますけど、自分は飲まないですね。何飲むんですか夜は？普通にお茶とか水とか。マックニさんは、まあ、なんかもう普段飲みに行くことが多いから一人でいる時ぐらいはもう肝臓を休ませたいみたいな。あ、それはわかるわ。なるほどね。じゃあ今のところ出てあるのはマックニさんのおすすめが読谷村大和にあるマオっていう居酒屋ですね。そうですね。で、シンさんのおすすめが、読谷村、あ、じゃあソベ？ソベにあるなんですか、後期、後期ですね。なるほどね。ちなみに、マオは駐車場あります？駐車場ありますよ。お店の隣に。後期はあるね、前に。前にありますね。なるほどね。例えば、マオ、昨日、新しい発見があったんですよ。ん？あっち、焼肉うまいじゃないですか。いつも焼肉頼むんですけど、はい、初めて、そうめんチャンプルー頼んだんです。うわ、これが、めちゃくちゃうまかったんです。そうめんチャンプルーに違いとかあるの？思いますよね。でも入ってる具はツナ、シーチキン、ツナとニラしか入ってなくて、うんうんうん、で、味付けでごま油使ってます。あー、ごま油が味を際立ってね。あ、じゃあうまくすすりやすくてコーティングされて美味しい感じ。そうそう、昨日3人で飲んでコーティングって何の表現でもやってるけど、コーティングはこれ一応これ滑るってこと。そうそう、職業病。昨日3人でそうめんチャンプルー食べた時にうまーってなって、そうめんチャンプルー談義になって。でもそうめんチャンプルー大体くっつくさ。ああ、パサパサ、ね、やっぱりごま油をたっぷりやったらくっつかない。あ、パスタみたいになるってこと。で、3人とも同じ意見だったのは、創作そうめんチャンプルーはダメだよね。具が増えたらダメだよね。あ、シンプルね。玉ねぎ入ってるとか、ああいうのは、ああ、ちょっと甘くなってる。あるね。自信がないよ、現れるの。でも、人参とかね。でも、どの料理でも創作はあんま美味しくないんじゃない。前回のチョコレートでも、そうめんチャンプルーのレギュラーメンバーって言ったら何すか、中に。もう、ツナと、そうめん、ツナ、ポーク、ネギ。フォークは入れないですか。フォーク、うちニラだけど。もうツナとニラ、なんなら昨日話で盛り上がったのオーバーとかはツナと塩しか入れないよねみたいな。え、マジ？フォーク、そうめん、ツナ、ニラってイメージ。フォーク入れてるよ。フォークは割れてる、割れてる、割れてる。入れないです。フォークは確かにもうそうめんにフォーク入れたら味がもうフォークになるよね。そうめんの味が出てこない。だいたいうちの家はツナとニラ。うん。俺らもそう。それ以外入れない。でも塩でしょ、あと味付けは。塩。ね、昨日はごま油。あ、みんな詳しいね。うちの家だけか。でもそうめんチャンプルってシンプルじゃないですか。うん、結構そのお店のなんだ実力がやっぱ出ると思う。ポークはでもインチキだよ、ポークは。うまいよ。いや、うまいけど何に入れても美味しいじゃない。あれはうまい。味が変わるだろ。でも身内なんであんまり言うと宣伝っぽくなるけど、フルゲンの我が家っていう居酒屋。あっち料理美味しいね。あっちのそうめんチャンプルは本当に美味しい。あ、じゃあマオと、我が家のそうめんチャンプルはぜひ観光客の方にもおすすめだと。うん、だし、その居酒屋の良し悪しをそうめんチャンプルで測るのもいいかもしれない。バーだと何マティーニで分かるみたいな。そうバーとかでもマティーニ頼まれたらバーテンはプレッシャーだそうですよ。だから僕頼むんですよ、ジントニック。あ、そうなの。シンプルだから違いが出るから、俺だからいつも頼むんだよ。そんな知識全然ないな。いや、だからね、シンプルだからどこ出る、ごまかしが効かないからって。なるほどね。そうやっていくのも楽しみの一つかもしれないですね。っていう感じですね。まあ結構
もはやそうめんチャンプルーの会話みたいになったんですけどもまとめるともう一度確認ですけど、おすすめは読谷村大庵にある大庵にあるマオと、あ、違う、ひじゃ古源にある我が家ですね。で、しんさんのおすすめが、読谷村のそべにある後期ですね。はい、こんな感じですね。この動画では読谷村民がよく行くというか、まあ観光客の方におすすめできる場所などをどんどん紹介していきたいと思いますので、参考になった方は、チャンネル登録高評価お願いします。最後まで聞いてくれてありがとうございました。マクニさん、シンさんも今日ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。